ムスッとしてる顔ばっかり映ってるからあと笑いなさいって電話来てました動き出した知事選、与野党の候補が出揃いました。ぜひ出馬の決意をいただき、行政を道民に取り戻すために一緒に戦ってください。立憲民主党同連と国民民主党同連、連合北海道などは元衆議院議員の石川智弘氏に出馬を要請しました。石川氏はその場で、私は北海道知事選挙への出馬を決意をいたしました。若いですから、お相手の候補も今の構図ですと若いですから、お互い政策論争をしていければと思っております。すぐさま立憲同連の会議に出席するなど戦闘モードに切り替わった石川氏。共産党も支援を決めていて、野党統一候補になる見通しです。すみません、どうぞよろしくお願いします。一方の自民党、国会議員や道議会議員が会合を開き、夕張市長の鈴木直道氏を推薦することが今日正式に決まりました。大変心から感謝をしているところです。私を支援いただく団体や道民の皆さん、何より、そういった皆さんの声を聞きながら、早くですね、ローカルマニフェストをしっかりと作って、告示前のしかるべき時期に皆さんにお示しをする、その段階に今来たと。国交省の泉明宏氏の擁立を求めていた北隆一道議は、泉擁立についてですね、多くの道民の皆さん方や党員の皆さん方に、どうなってんだということなど、さまざまなことがあったと思います。本当に心からお詫びを申し上げたい、責任の重さを痛感しております。今後のポイントは、鈴木氏一本化に反発して泉氏の擁立を求めていた道議や市町村長らが本気になって鈴木氏を支援するかどうかです。しこりというのは、そうですね、しこりですね、しこりというのはやっぱり否めないと、推薦を寄せてくれた方々が本当に心から一枚岩になれるかどうかは、やっぱり大切なところなので、そこは執行部として努力をしていただきたいと、こういうことを両副会長に申し上げました。泉氏を支持する姿勢をにじませていた高橋知事は、推薦を受けられた鈴木候補自身が一つ一つ丁寧に対応を進められることで道が開けてくるのではないかなと、こんなふうに思います。泉派の動向は野党側も注目しています。石川氏は泉派の市町村長へさりげなく秋波を送りました。私はこれからですね、やはり、180近いですね、市町村長の皆様方のご意見を聞きながらですね、地方から世界にですね、きちんと渡り合えるような、そういう北海道を作り上げていきたいと思っております。知事選ではこのほか、徳川将軍家19代目で政治経済評論家の徳川家広氏が出馬を検討しているほか、フリーキャスターの佐藤紀之氏に市民団体が出馬を要請していますが、本人は慎重な姿勢です。